トゥグルク朝の君主。同王朝の創始者でもある。トゥグルク朝の創始者となったガーズ・イー・マリクは、トルコ人とモンゴル人の根血の生まれだとされる。13世紀後半奴隷王朝の君主で流星を誇ったギアース・ディーン・バルバンの時代に、下級身分の子として生まれたと言われる。実際、ギアース・ディーンが王朝を築いた際の資料に老将とあることから、 王座に登った際は、かなりの高齢だったことは確かだろう。ガーズイ・マリクは、ハルジー朝のオーアラー・ウディーン・ムハンマド・シャーのために、長年にわたり、北西方面で、モンゴル勢力と戦い、その勝利数は29回にも及んだ、と大旅行家、イブンバットータは述べている。1320年、ハルジー朝で内乱が起き、クトゥブ・ディーン・ムバーラク・シャーが殺害された。 ガーズイマリクはこれを知ると辺境を離れ、反乱者、ホスローハーンを殺して、デリーを制圧した。彼は、ギアース・ディーン・トゥグルクを名乗り多いを宣し、新たに、デリー・スルターン・アサの3番目の王朝である、トゥグルク朝を創始した。ギアース・ディーン・トゥグルクは、デリー・スルターン・アサの首都デリーに、巨大な城塞都市トゥグルカーバードを建設し、巨大な城塞や、用水路を建設した。また、 1323年に、ギアース・ディーン・トゥグルクは息子であり、武将ウルグハーンに、デカン地方、南インドに向かわせた。この遠征により、カーカティアーサとパーンディアーサを攻め滅ぼさせ、デカンと、南インドに、さらなる領土を得ることに成功した。1324年、ギアース・ディーンは、ベンガル方面に遠征し、離反していたベンガルを基準させた。また、 その北には、ネパールのタライ地方から、北、ビハールを支配する、ディルフット王国が攻撃を仕掛けていきたが、これを逆に滅ぼした。1325年、ギラース・ディーンは、デリーに帰還した際、息子のウルグハーンが、父の勝利を歓迎するために建設した建物が、倒壊したため崩御した。崩御後、息子のウルグハーンが、ムハンマド・ビントゥグルクとして即位した。 ありがとうございます。